クレステン・ダルス号は19世紀後半のデンマークの画家である、ユトランド半島のスキーベの邸宅、クラベスホルムに生まれた。早くから美術の才能を示し、リムフィオルドに面した美しいスキーベの風景は彼の作品に影響を与えた。工芸学校を卒業した後、1841年にデンマーク美術院に入学し、1847年に、 卒業した後も、クリストファー・エカスベアに支持し、風景画家のマーティヌス・ラービューの個人教授を受けた。1844年に、ナショナルロマンティシズムを推進した、美術史や批評家のホイエンに影響を受けて、民衆の姿を描くようになった。ホイエンの思想の最も忠実な実践者として、デンマークの伝統的な風習や民族衣装、職業の人々の姿を描き、 同時代の画家の多くが海外に旅したのに対して外国で修行することはなかった。1847年にシャルロッテンボー宮殿の展覧会に初めて出展し、その後も出展を続けた。1856年に修道士が訪れた場面を描いたモーマナー P、ビサーグホス EN トムラー P、ロンドットを制作した。その他にリムフィーオルドを描いた風景画や 不人像で知られている。ダルス号の作品は、コッペンハーゲン国立美術館やスキーベ美術館に展示されている。1857年に結婚して、デンマーク首都地域のフレズレクス帽子に住んだ。彼の屋敷には、ハンセン、マーストラン、スコーゴール、キューンら多くの画家が集まった。1862年から1892年の間にソーレの美術学校で教えた。 1878年のパリ万国博覧会の展覧会に出展した。1859年と1861年にデンマーク王立美術院の賞デンハウゼンスクプリミールを受賞し、1879年にダンネブロ勲章、1904年にダンネブロ勲章を受勲した。ありがとうございます。